このようにたくさんの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私から小倉新監督について少しお話をさせていただきたいと思います。隣におりますあのトヨタ会長にはですね、小倉さんを新監督にと実はあの社長の久米からですね内諾を得てきてくれと言われまして。 まあ、内諾もないとは思いましたけれども、まあ、お話をしに行きました、えーまあ、応援団長としては、支持するよと、えー、誠にあっさりと言っていただいたので、少し拍子抜けをした覚えがありますけれども、えー、今日う、えー、こういうふうにですね、えー、豊田会長がですねあの出席をしたと、えー、そこの元での発表ということは、まあ、新生グランパスがですね、 球団,と一丸球団一丸となってタイトル奪還に向かっていくぞという意思表示だというふうにお受け取りをいただきたいと思います小倉さんについて思い起こせばですね本年の3月に初めてお話をさせていただきました GM 候補として招聘する最終面談という一応名目ではあったんですけれども 実はまあ私、個人的に言いますとね、あの昔大ファンだった超有名選手に会えるという、この楽しみの方が多かったように思います、ただ、仕事ですので、そうは言いませんでしたけれども、まあ、当時、少し停滞気味と言いますかね、あのー、昨年、昨シーズン、まあ、今シーズンもそうでしたけれども、やや、えーえー 停滞をしていて、その、まあ、チーム、球団の雰囲気に、えー、新しい風といいますか、元気を与えてもらう、えー、ぜひ来てくれと、そういう意味で私はもうすぐにでもグランパスにあの来て、仕事をしてもらいたいという気持ちでお話をした覚えがあります。えー、彼なりりにです、ね、熱い思い思をしっかり語っか語てくれたで、 だからすぐ来るだろうと思ったら、いや、そうでもないなと、まあ、考えてみますと、非常にグランパスに対して強い思いを持っている小倉さんであります、その分、その熱い思いを実現するために、どうしなければいけないかということを一生懸命考えておられたんだろうというふうに思います。結果的には6月 具体的に実務的には名古屋グランパスが毎年夏の中断期間に行っております飛騨古川の夏季キャンプここからチームに合流をしていただきましたそれ以降球団の幹部会議等に GM 補佐という立場でご出席を いいたただきまましししててろんな話をしてくれました、まあ、非常にそのチームどうしたいのか熱い思いがひしひしと伝わってきたという思い出になります、えー、小倉さんを新監督にという話をあの実は社長の久米から聞いた時は一瞬、まあ、今日疲れて。 何言ってんだろうって思ったんですけども実はですねそれはきっと正しい決断だろうなと思いましたしそれからその決断が正しかったというふうにするのはチームの事業サイトの責任者である私の我々は使命だろうというふうに思いましたえ今日はですね えー、そのもう少しテクニカルな、えー、話ですとか、えー、新監督の決意ですとか、えー、詳しく皆さん方にお話しできると思います、えー、まずあの新監督を紹介する前に、ですね、えーま、今シーズン2014年と15年、2年間ですね、えーま、監督を務めていただきました西野晃監督には、ですね、えーま、世代交代の,その非常に 難しい状況下の中でですね最大限現場の指揮を取り、現場の指揮にです、ね、取り組んでくれたことをですねクラブとしても本当に感謝を申し上げたいと思います、えーまあ、来シーズンからあの指揮を取っていただきます小倉新監督にお願い,するあのお願いをすることになりました。先ほどあの えー、副会長の佐々木の方から、えー、今お話があ,のあったとおりですね今私の方から、えー、もうお願いをさせていただきましたでえっというふうに今先ほどもあの佐々木の方からもお話があったとおりですねと、まあ、思われましたけれども、えーまあ、ぜひですね、えー、ここは若いその小倉君に託してみたいと、えー、実は 清水の時に長谷川健太さんに39歳それから前,前監督のストイコビッチさんも42歳とで西野晃さんも42歳この年代の時にですね私一緒に道をつくってですね新しい風を吹かせようじゃないかということでスタートをした、まあ、この3人がですね 大成功をまあのこの小倉新監督もですね新しい風をですね新しい風の道を名古屋グランパスに引き込んでくれるんではないのかなというふうに思っておりますあのそういった検討の中でですねやっぱりそのクラブとしては えー、今年からあの愛されたいクラブ宣言、えー、というあの宣言を発してですね、あのー、とにかく、えー、いろいろな方々からいろんな場面であの反応をですね、えー、いただきました、えーまあ、クラブとしてどうしたら愛さ,れ愛,され愛されてもらえるのかなという、まあ、そんなあの真剣に真摯にあの考えてきております。えーまあ、そんな中でやっぱりその クラブとしてファン、サポーターとしてホームタウンの人々の方々にですね元気と笑顔をどういうふうに与えられるのかなというようなことも踏まえながらですね新しい風を吹かせるために小倉君とですねお話をしながら進めてきてきたのも事実でございますで私自身小倉新監督の方にですね 6月の時に GM 補佐になった時にですね、とにかく、これからやっぱりサッカー界を背負っていくのは、やっぱりこの若い世代ですよというようなことも、ですね記者会見でもお話をさせていた,だけたあのいただいたんではないかなというふうに思っています。あのとにかくあの、私としてはですね、指名したからには、全面的なあのバックアップでですね、 えー、彼を補佐してですね、しっかりとしたあの名古屋グランパス皆さんから愛されるものにしていきたいなというふうに思っておりますので、えー、今後ともよろしくお願い申し上げまして私のご挨拶に返させていただきますどうもありがとうございました、えー、皆さんこんにちは、えー、2016年より、えー、名古屋グランパスの GM 兼監督という まあ、非常に難しくもあり、また、大変ありがいのある。仕事をやらせていただけることになったなというふうに思っております。まあ、先ほど、あの、実は、あの、打ち合わせ、あの、いろいろとお話しさせていただいた中で、まあ、先輩方がいる中で。<coughs> あの、トヨタ会長にいろいろプレッシャーをかけられてですね。<laughs> さほど緊張しなかったですが、今、喉がカラカラで、先ほど水を飲んだんですけれども <coughs>。なるべく、プレッシャーかける割には。 あの自由に楽に行けといういろいろ難しい難題をもうすでに与えられているんですがまあそんな中でえ今回の GM 監督就任自分自身にあの経験のないことも重々生じですし今現段階のクラブの現状を考えると非常に難しくリスクあるなというふうには分かっているのですがまあ今回あの14年ぶりにグランパスに帰ってきて、えー このグランパスに対するまあ育ててもらったこの気持ちであったりとかえここで育ててもらったという思いというのは痛烈にこう思,い上がっ思,い思いが上がってきて何とかしたいなというふうにえ思っていたのでまあこのよりいいクラブにしていくための実現に向けて今回、この話をえやるぞと。 いいうふうふに決めさせていただきました、まあそこに先立ちまして GM 兼監督というところで監督が初めてやることなのに GM ほかっていうことの話はもうすでに僕の耳にも入っていることでして僕自身も非常に難しいですし大変だなというふうにことは感じてますが。 えー、今年の6月に来た時に、えー、副会長や社長をはじめクラブスタッフからはチームのスタイルをなんとか作ってほしいということを言われました、えー、14年離れている間もグランパスを外から見てまた中へ入ってみて、あのー、グランパスを見た中でポテンシャルはあるのにどうしてこういったクラブの現状になっているのかなっていうのは、えー またた改めて思ったというか強く感じたこととでありますというのも一つに、まあ、これはあのグランパスにしていただいたオランダ留学の時にあの強く感じたことなんですがやはりそれぞれにやはりスタイル持ってるっていうクラブであったり国っていうのは強いというのは間違いないオランダはもうサッカー先進国なんですがオランダでいうと各クラブであったりするところに自分たちのスタイルを持っていてそのスタイルがあるからこそ そのの地域のファンサポーターそしてまたスポンサーの人たちがより強く応援するっていうのを私が19歳に行った時に強く感じましたなんとかグランパスもそういったふうにならなきゃいけないんではないかっていうふうにずっと感じておりましたしまたそういったスタイルを確立していろいろファンサポーターや地域の皆さんに発信することそして証明することによって名古屋グランパスとしての この愛知県名古屋にある存在意義というものがより価値観を増すんではないかなというふうに感じています。まあ G.M. 権監督っていうのは当然のことながらあの大変なことです。なのであのたくさんの方にチームスタッフもそうですが助けてもらおうと思っています。えー、それはもうあのマスコミの皆さんもそうですし、まあ選手スタッフはもちろんなんですがいろんな方に助けていってもらいながら。 やっていいいきたいと思いますが、まあ、僕自身も、えー、非常にチャレンジングで大きな仕事になるとは思いますがなんとか自分自身の力を最大限発揮して頑張っていきたいというふうに思います、まあ、その中であのグランパスのサッカースタイルは何だというふうなところになるとは思うんですがあの、まあ、もったいぶっているわけではないんですが、えー、もろもろいろいろまだ決まっていない諸事情もございまして あの来年1月の新体制発表会であの詳しく皆さんにお話しできたらなというふうに思っていますが現段階でキーワードとして言えることはスマートさであったりテクニカルな部分であったり共感というところがキーワードになってきますでその中で僕自身の言葉として言うなら5人目というようなサッカースタイルになってくるんではないかなというふうに、えー、思います まあ、サッカースタイルというものは目指すところではあってもなかなか、じゃあ明日から発表したからできるというものでは、えー、ないのは重々承知ですし中、また長期的な目で見ていかないと、えー、スタイルというのは確立されないというのも、えー、分かっておりますまずそのスタイルの前にそのスタイルを突り上げるためには土台というものが必要であることも十分分かっておりますので、まあ、サッカーは何するスポーツだというと まあ、このプロである世界、勝ち負けというのがあって、勝ちを求めていくではあり当たり前ですし、じゃあ、その勝者のメンタリティーたるものを勝ちにどんどん目指していく上で、何をしなければいけないかというと、点を取らなければか勝てないわけで、じゃあ、ゴールを奪う姿勢を前面に出していきたい、じゃあ、ゴールを奪うためには何をしなきゃいけないか、ボールを持っていないと点は奪えない、じゃあ、奪い返しに行く趣味も大事になってくる。 根本的なしっかりとした戦う姿勢、厳しさというのも、今のグランパス、しっかり持っていかなければいけないというふうにも感じています。そういったチームスタイルも確立しながら、戦う集団、そして厳しさの持つ強みのあるチームにしていきたいなというふうに思っております。まあ、最後、ね、クラブのの目指す方向いいうのは決決めていってっままりました まあその中で何をしなければいけないかやはりクラブとして一つになっていくことではないかなというふうに思いますクラブの中でまあ、えー、選手スタッフの間の信頼感信頼関係はもちろんですがフロントも含めたクラブの中での信頼というものをしっかり確固たるものにしながら一つになってそう言ってところで大きな目標に向かって、えー、全身全霊で向かっていくそういったものが。 ファンサポータースポンサーの皆さんの信頼を勝ち得るんじゃないかなというふうに思っておりますなんとかグランパスが勝ち進んでいって地域の皆さんそしてクラブに関わる多くの皆さんに笑顔と喜びを,分かを皆さんの共に分かち合えたらなというふうに思っておりますよろしくお願いします以上です 新監督にお話を伺う前にですねあの豊田グランパス会長に一言お伺いしたいと思います。えーまあ、就任に際して応援もするとプレッシャーもかけるということをお伺いしましたけれども、まあ、改めて小倉新監督にかける期待というのをお聞かせください、はい、あのまずあの2年間指揮を執っていただきました西野監督。 に一言だけ御礼を申し上げたと思いますあの私が会長に就任しましたのはグラン、グランパスが一番低迷をしておりました最下位になった時でありました。で、あの結果、また今回も9位ということで、あの西野監督でなければ、ひょっとすると、この J2 降格ということもありえたんじゃないのかなというふうに大変危機感を感じております。ですから、そういう意味で、あの西野監督のね、えー、いわばそのリーダーシップ。 えー、およびいろんな意味でのチームをぎりぎりのとこ,と,でところで支えてくれたことには、あの会長としても、本当に一サポーターとしても感謝申し上げたいというふうにまず思っております。ただ、残念だったのはあの、怪我人が非常に多くて、えーあの、そこは大変申し訳ないことをしたなというふうに思っております。であの今度の小倉新監督 GM 兼新監監督督 GM はですね私流に言わせていただければ グランパスへの愛情が一番深いい人とううふに思っております学校出てから、また地元で、学校出て、この地元のグランパスに入って、選手として活躍しているときに、天皇杯を優勝を経験しております。で、天皇杯、勝つ喜びを経験している、そして怪我で、いわば試合に出れなくても出れないという立場、そしてオランダ留学。 そして他のチーム、一貫してサッカーというものを、グランパスというものからいろんな距離感で見てた選手だと思います。そういう選手が今後、グランパスのスタイルを新しく作るにあたって若、若いとかね、実績がないというようなことはあまり関係ないことでありまして、やはりグランパスへの愛情が一番強いということ、負けづらいの気持ちがあって、 チャレンジし続けたいという信念さえあれば、私は、えー、大丈夫だと思いますし、ただ、その、勝負は時の運だと思います。ですから、やはりあの、やる以上、ある程度の結果は欲しいというふうに思いますし、私自身も含めまして、勝たなくていいなんていうことは、私も思っておりませんし、サポーターも持ってもいないと思います。ただそここははは、えー、時の運ですから大事なことはやはり 一一歩一歩私どもの経営でいけば年輪経営のようにグランパスのスタイルグランパスの味というのはこういうもんですよということを結果は後からついてくるもんだということで着実に一歩ずつです、ね、チャレンジし続けてくることここをぜひとも応援団長としては応援をしていきたいなというふうに思っております。あの皆様方も一、ね、一試合一試合合の結果で えー、いろいろ言いたいでしょうが、あの、ちょっと、ちょっと長い目でもね。あの、ぜひ応援いただきたいというふうに思いますので。ぜひとも、あの、リボーンにかけての決意は、えー。みんな一枚岩でありますので、ぜひともよろしく、えー、ご支援お願いしたいと思います。緊張してる。え、熱のこもった、先ほどのご挨拶があって、私の方からする質問も、ちょっと。 少なくなると思いますけれども。助かりますはい。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、えまずですね、あの GM 補佐に就任された時に、まあ打診があって結構迷われたという話をされていましたが、はい、まあ今回さらに監督しかも GM 兼任という形でこのオファーに関しては即座に決断できたんでしょうか。いや、あのそんなできるわけないですね。 もう正直最初、はい組社長とか言われたときにまた冗談をっていうふうに言いましたから、あのー、正直思ってもなかったことだったんですが話をいただいた後でまでいろいろチームスタイルこうしていきたいやっぱグランパスはこうしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうなことを考えていくうちに確かにもともと S, えー、S q ライセンスも取りましたし監督の,あの思いっていうやりたいという思いはあったんですがそれとともに GM っていう話をいただいたときにまあそっちも勉強したいなっていう思いがあって先に GM 補佐なんですが監督の思いっていうのもどこかにあった中でいろいろ確立していく上でそりゃ面白いだろうな大変だろうけど面白いだろうなっていう思いもい、えー、われこう打診されてふつふつと上がってきた。 思いがありただその中でも、えー、兼任していくことは難しいし大変だなっていうふうにはあの思ったんですがでもなんとかしたいっていう、えー、クラブをなんとかしたいなんとかこういいクラブにっていう思いがどんどん強くなっていくのと同じでじゃあもう大変だけどやってみるかっていうふうな思いがどんどん強くなっていったので。えー じゃあやるかというふうに自分で自分を奮い立たせてあのやらせていただくことになったという感じですね。はい、まあその小倉監督が強い思いを寄せるグランパス、まあ、先ほどのお話では難しい状況にあるというお話がありましたけれども、はい、もう少し具体的にです、ね、今のクラブの現状というのはどのように捉えていらっしゃいますか。うんまあ、クラブととといいううころのの現状というとまずその いろいろスタイルといったところの部分で、おそらく皆さんの感じているグランパスっていったところのスタイルもぼやけてると思うんですが、じゃあそれは何かというとトップチームが成績がどうだからというだけではないところであると思ってるんですね。クラブっていうのはトップから育成、普及、そういったクラブのところの現場のところも含めて一貫したものであったりとか、クラブチームとして目指すべきものが、 一本こう筋が通ってていいる部分とうのが非常に大事かなと思ってますそのところの部分でいうとなかなか GM 補佐として入ったときにあやふやで今一つ明確ではなかったかなといったところがあ,るあったのでそういったところに難しさはそこの部分を全体的なところの構築としてじゃあこの半年で全てが買われたか そんな簡単ではない作業、まあ、GM 補佐をやるにあたっての難しさもそういったところだったんですが、まだまだそこの部分では、短期的ではなく中長期的な要素があるといってところでは、この半年で、じゃあ、明確になりましたということではないといったところの難しさという部分であります。 新監督が就任されると改革、変化ということがいろいろ言われると思うんですけどもその中でクラブの中で継続して大事にしていきたいグランパスの強みであるとか良さはどの辺にあると感じていますかうんそうですねまあこうオリジナル10としてず,こうずっと J1 でやり続ける中で、まあ、そこの中でのいろんなクラブを渡り合える言ってきましたが うんまあ、全部は知ってるわけではないですがあのクラブとしてのポテンシャル、まあ、バックアップ体制だったりその地域のところであったり、まあ、皆さんであったりといったところのポテンシャルはかなり大きなものがあるというふうに、まあ、外からあのグランパスを見,せ見させていただいたときに特に感じたことなのでじゃあそこを最大限生かせばかなりの可能性があるんじゃないかなというふうには感じました。そこの ポテンシャルの部分というんですかね、そういったところに大きな可能性を感じているというのがあの、グランパスの良さであったり、可能性という部分じゃないかなというふうに思ってます来期から指導者としてスタートされるわけですけれども、まあ、小倉さんが指導をしていく中で、一番大切にしていきたいものっていうのは、どういうことでしょうか。うんまあ、初めてのの試みなので いろいろ作り上げていくものもあるかと思いますがいろ、えー、んな方々の指導の下で選手としてやってあの感じた部分の中でそしてまた自分自身のいろいろと現役その後十10年いろいろ他の仕事をさせていただいたりという中でいろん,んな職業の方々とも出会ったりした中でどうなんでしょうかね。あの まあ、トップリーダー的な立場に立つわけですけれども、人間力が大事だなというふうふには感じておりますそういう意味では、今の現時点での僕、小倉貴文という人間はどんなものなのかは分からないですけれども、僕自身の中でのモットーがありますので、ぶれないところであったり、自分自身、正直に、えー、選手に対しても、自分自身に対しても正直にっていうのを、人生としてのモットーを持っているので。 自分らしくというモットーを持ちながらあの選手に真正面からぶつかっていく中であのいろんなものを経験した上でまた,また言葉としてモットーが出て来ればいいですが僕自身はあの全力でやっていくといったところの中で僕の人間,人間力が試されるのかなというふうに思っています、はいえー、クラブとしての目標、まあ、来年の目標そして中長期的な目標があったら教えてください。はいはいあの まあこういった壇上で、じゃあそこそこでっていうわけにいかないので <laughs> <えー笑>まあグランパスというチームの先ほど言ったポテンシャルで考えると、優勝を目指せなきゃいけないクラブだと思ってます、えー、私は初年度ですが、選手は優勝を望んでます、なので選手と一緒に、スタッフ、クラブのスタッフ、一緒に優勝を目指して、しっかりと頑張っていきたいと思います。そして その中で常にやはり上位争いをできるようなクラブ、魅力的なクラブ、その中でグランパスのスタイルっていうのを、確固たるものを築き上げていけたらなというふうに思ってます。どうもありがとうございました。